品物が奪われた後、近くのキャラバンや住民に何度も聞き込みをしました。調べてみて分かったのですが、私たち以外にも多くの人がその悪党ガニに襲われているようです。でもあのカニは機械にしか興味がないようで、他の品物には見向きもしません。大量のモラを積んだキャラバンが通りかかったことがありますが、無事でした。対して金属製のおもちゃの車を持った子供たちが通りかかると、すぐに取られてしまうんです。とにかくあれは悪いものです。いずれは駆除する方法を見つけないと。あいつは素早くてパワーもあるからかなり手強いんだ。正面から相手をしたら十数人でもかなわないかもな。機械生命の研究は教令員が何年も前に禁止してなかったか？だとしたらどっから来たんだろうな。おかげさまで給料も減って、へえ、まさか強盗犯が人間じゃなくて機械のカニだなんて。呆れたぜ。最近は強盗事件が多いってキャラバンの奴らは言うんだが、俺たちは大して実感がないな。普段はあの機械ガニを見ることないし、生活の邪魔をされたこともない。あいつはキャラバンがいる時にだけ現れて暴れたかと思ったら、また汚染区域に逃げ帰るんだ。捕まえようとはしなかったの？試してみたんだが、すばしっこくてすぐに逃げられてしまった。だがこの間の捕獲作戦で思わぬ発見があった。あいつは森の奥に住んでいるみたいなんだが、略奪したものをすぐに運ばず、まず近くに隠しておくんだ。あら。それである程度溜まったら一気に持っていく。もし奪われた品物を取り戻したいのならば、早めに動いた方がいい。収穫はあったか？奴の習性は把握したけど、やっぱり不可解な点が多いね。制御不能になってない限り、機械生命はコマンド通りに動くことがほとんどなんだ。もし僕がマスターだったら、より価値のある品物を奪うように命令する。それか君たちが品物を売り終わったタイミングでモラを奪うかな。その方が効率的だからね。なのに機械パーツにだけ手を出すなんて変だよ。そうか、言われてみれば確かにおかしいぞ。それで品物を奪い返す算段はつきそうか？機械パーツはまだ持っているかい？うん、あと一袋残ってる。こいつらはサンプルなんだが、いつも持ち歩いてたから無事だったんだ。おい、まさかお前ら。外的条件が変化しない限り、生物は自らの意志で習性を変えることはほとんどない。今のところ分かっているのは、相手は森の奥の汚染区域に住む機械の体を持ったやつで、機械パーツを奪いに来るってこと。機械パーツさえあればおびき寄せられるだろ。捕獲できたら観察してさらなる結果を導き出すんだ。今みたいに中身のない会話をしてたって何も進まない。時間の無駄だよ。確かに、それよりもいい案はなさそうだ。じゃあこのサンプルはお前にやるよ。品物を回収してくれればまた改めて礼もする。お礼はいいよ。でもこのパーツはもらっておくね。今後他の使い道があるかもしれないから。それと打獣を一匹借りるよ。演技は完璧にやらなくっちゃ。もちろんだ。品物さえ戻ってきてくれるなら俺自身の体だって貸してやるぞ。君は結構。機械パーツと打獣で通りすがりのキャラバンを装って奴を誘い出してみるよ。奴が現れたら
すぐに捕獲だ。タイミングは君たちに任せたよ。安心してくれ、オイラたちはプロだぜ。